6時です。6時、起きてください。小池さん、6時よ。おはよう。朝だよ。起きて、朝だよ。朝だよ。ん？6時っす。6時？起きてー。おはようございます。なんじゃん？はい。こっち来る？おはよう。はい。雪袋だけ近くに置いといてもらう。置いてもらっていいっすよ。結構大変な、これ磨く。めっちゃ大変ですよ。あ、なんか通販でサビ取れ、あ、じゃあ、焦げ跡すぐ取れるとかいうやつ売ってるやん。あんなの分かんない。知らないです。取れるやろ。ラオです。今4入れて、4入れて、4入れたらいいんじゃん。1人、うんうん、いけるいける。じゃあ4入れたらみんな多めにくれると思う。4入りますかね。4入る。あ、まあ、ギリギリ入る。まあ、まあ、入れてみましょうか。じゃあラオ、あの日清ラオという、これはもう絶対うまいもん。槍ヶ岳で炎上するやつ。どういうこと？炎上。昔そのラオの CM を槍ヶ岳の山頂で撮るために、うん、あそこら辺ちょっと封鎖したら、うん、バッシング受けなってる。要は一般車が一般何も告知せずに、そりゃそうやな。めっちゃ混むじゃないですか。おう。それやのに、一般登山者は何も知られてる。封鎖してんのって誰が、その、いや、この CM を撮って。こいつらに封鎖する権利ないよ。ない。だから、炎上した。マジで。それ炎上するわな。だから、あえて山でラオウを食べる。なるほどな。じゃあ、ちょっとお湯、もうちょい入れてもらっていいですか。うん、あれってどこやりましたっけ、お玉。雪袋の中。良くないですか？やっぱスープとか取りたくなりますね。中で混ぜないとなんか肉が固まってるんで、それ。あ、なんかミックスベジが中でちょっと似てる。そう、僕別にいらないですよね。うん、そうなの？はい。じゃあだって、録画になってるからさ。もう自撮りしといてもらったら。自撮り？はい。はい、自撮りです。カットするじゃん。まずそうやな、これ。こっから美味しくなるはずなんで。じゃあラーメンに液体スープ持ってくるやつおらんやろ。あ、つうか今のうちにいるときはさ、こいつのさ、風味がさ、中に入るから、染み込むじゃない？ねえ、平野さん。ん？そう思わない？知らんす。これ、このうちに入れちゃうよ。もう俺はその話題から出した。あんまり、じゃあやってからちょっと塩味が薄いなと思ったら入れてもらえますか？味噌ラーメンでも塩味がついてるよ。でも入れようとしてたじゃないですか。じゃあ、なお入れていきますね。ちょっと適当に混ぜてもらって。肉で沈まん。うん。割って。割るとあれか、麺が短くなる。うん、割らんでいいよ。これ隠し味ね。隠し味にちょっと、残りの。粉を隠し味なの。はい。つからんよ、お前、わけわからんこと言うよな。つからんで、これ。つからんで。まあ、水、多分少ないよな、絶対。うん、その粉をチキンラーメンの隠し味にしよう。いや、今3袋でしょ。はい、もう一つ。もう一つ。ヒラさん、お湯入れてもらっていい？もうないね、ヒラさん。俺の飲むの。うん。カッサン系のやつ入れて。うん。グリーンピースも入れたでしょ。グリーンピースはいらんわ、ほんま。あ、じゃあこれでちょうど、とりあえず。こんなもんじゃん？いや、採用。いや、いけるやろ。このままふたしてたらしなしななって浸かるやろ。弱めてもらう。あ、ほんまの味噌なの？待ってよ。液体じゃない。待って、話すよ。なんかうんこみたいな。いかん。その前にな。それを、俺でさえも思ってても言わんかった。有名だろ。殻はこの中。柔らかいやつやな。そのね、この液体スープそんなツッコミどころないんですよ、別に。匂いはここにはまだあります。あと2つあります。匂い、うんこの匂い絶対あれ、もう1個どこにある。いいんすよ、匂いはいいんすよ。あれ今3個、あ、僕持ってます。俺も、うん、ほんまは液体な。寒いから。ほんま、寒いから。いや、液体っす。一応これが液体です。はい、一回ちょっと味見してもらって。ムラあると思います。ちょっと硬いけどこんなもんか。
だから硬いとこを取ったんでしょうね。あ、いけます。全然。これ量多いからもうどんどん柔らかなっていくから、ね、はい、うん。もうどんどん、どんどん食べていってください。そら、それでは皆さん手を合わせて。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。やりました、というの、小学校で。給食はどんな給食が出るんですか、その時代の。多分みんなちゃうじゃん。まあ、ここは多分似たような。いや、ソフト麺。ソフト麺出た。ソフト麺出た。美味しかったな。昔な、給食でな、クジラが出てた。クジラおらん。僕ん時はもう出なかったですね。唐揚げとかでしょ。そう。今もうスーパーでしかないじゃないですか。その給食に。でもバカ高いよ。クジラってそんなに高くない。クジラの刺身売ってるけど。あんま？うん。ハリハリ鍋みたいな。ハリハリ鍋。クジラ、クジラ、ハリハリってね、あれクジラのこと言うんじゃないよ。あ、違う。あの水な。あ、あれのことか。多分ね、だから中のそのあれが豚に変わってもハリハリ鍋らしいですよ。体。おでんな。黒がよ。肉ですか。そうそう。油みたいな。そうそう、クジラの脂身。なんか海綿みたいなやつ。海綿。海綿。海綿体。うん。え、ボコボコ穴開いた。そう。持ち歩いて。うん。なんかスポンジを入れてあるような。でもそれがね、もう油が飛んで、感触だけ、食感だけ。うまいね。カスうどんとはまた別やな。カスうどん知ってます？知らん。カスうどんな、あれいらんわ。いらないですか？いらない。嫌いですか？あの油。そうやろかな。だから、ロースとヒレ言ったらヒレになる。カスうどんって油カスっていう、その、肉のモツみたいな、モスのなんかちょっと乾燥させたやつかっていうか、肉、はい、に肉なんです。あ、それで肉うどんね。肉うどんとはまた別なんですよ。モツ部分を。あれ大阪だけか。あれ大阪のやつ。大阪だけ。うん、俺も行くより、もう鉄道掘れそうやな。こっち浮いたのかな。誰かのために誰かビバークすぐにできる。そんだけな、掘ってた。ほんまやな。あ、でも向こうに掘り進めていったらすぐ多分、ね、すぐなりますね。こんだけ高さ出る。うん、かっちゃんゴミって入る？ゴミいっぱいだよ。いっぱいもそっちいっぱい？うん。いや俺の方はそんないっぱいじゃないね。いやでもまあでも別に聞くだけはええやろ別に。ほんまやで。62歳にさ安在連で降ろされる40歳。そのスノーバーめっちゃ短い。でも60か40って言ってましたよね。今日は多分スタートからも開けててもいいと思う。うん、このザックで開いてない開いてない開いてないですよ。閉まってるっすよ。横にあるこの閉まってしまってる。薄すぎるな。いやいや全体は浅いじゃないですか。何インチ？浅い。10センチ。え？10センチ方が。10センチどっち10センチ？パンパンになるし。こっち10センチこっち10センチ。未だに何に使うかよくわかんない。あじ。いや、これが今のところ辺。ああ、そういうことか。うん、ここら辺、ね、ここで10センチ。あ、そういうこと。うん、ちょっと多いかな。いや、10センチってこんなもんだけど。こっちはあ、ちょうど10センチ。あ、もう調整した。こっちで行きなさい。最近あれだよね。あの、ボケるよね。かっちゃんに対してだけやで。そうだね。かっちゃん以外には一切ボケんで。悪いことやな。めちゃくちゃ悪いことやろ。なんで？共同装備やろ。なんで？共同装備。共同装備。持てない人には。いや、まずその前に、あの、ジジイへの思いやりはないんかと。それは確認が必要じゃないですか、やっぱ持たせるタイミングに。でもな、でももう分かる。70前のジジイに持たせる。それでね、リーダーはね、最悪の事態を想定するんだろうね。偉そうなこといつも言うでしょ。ほんまに。それで高山病なんだ。そう、高山病なって、ね、高山病なって62歳のジジイに降ろされる。もう最低なリーダーやで。分かってるかほんま。分かってんな。最高じゃん。よし行こう。逆に最高なリーダーだ。9時34分。9時34分。下山。はい。バスケット近いんだ。だってバイルになれへん。ちょっとバイルがある。はい、じゃあ皆さん気をつけて下山、はい、お願いします。お気をつけて。さよなら。さよなら。ポテトランプはアトラクションは個人で遊ぶのは自由だけど、はあ、危ない。うん、下り危ない。マジで。うん、今木がなかったらだって結構落ちてたぜ。落ちてたな、この木なかったら。だからやばかったっつう。ほんでも
ふーちゃんさ、マジでやった時のさ、目が面白いんだよガチの目してましたからね。そう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 、ちょっと待って、おっさん滑落やだ、林道まだ続くけど、藤本さんのそのザックはどこのなんていうやつですか。エベレストックっていうメーカーの。エベレストック、デストロイヤー、デストロイヤー75ぐらいって言ってましたっけ。75、80。あ、確かにエベレストックって書いてるの。え、そのサイズ感の持ってなかったんですか、その70、80ぐらいの。俺持ってた、ずっと。ああ今日のために買ったわけちゃうで。あ、今日僕らが見るのが初めてっていうだけで。いや、あのアタックザックは なんか見慣れへんから。あ、あれもだからこれとソフトにしてる。あ、エベレ、あれはトリプルオートじゃない。あ、トリプルオートじゃないか。普段はさ、俺のあのなんか上にボコンってついてるのかな。そうっすね、なんかパック、それなりのサイズ幅ができるから。そうか、20リッター弱あるから。そうっすね、あれそれは新しくだってできるからさ、ベッカもこれだから基本それを使ってるから、あんまり大容量のもこいつの出番が少ない。少ないっすね。でもやっぱさ、フレームとかがめっちゃしっかりしてるから。あ、こっちの方が背負いが楽なのか。だからこれから適用的に使おうと。どこに、アメリカ、ユナイテッドステイツ、オブアメリカ。もう距離だけか、シャドウはあれやから、行きも帰りもあんま変わらんのか。この区間2時間ぐらいあるか。いや、入り口もう一個、穂高ランドのさ、ガッちゃん、入り口のアーチまだもう一個あったよな。あの第二アーチやんな、これ、うん、第二アーチ。え、まだあんの。まだある、あのほんまにアーチみたいになってる。あっこから穂高ランド始まるんですよ。商品じゃないよ。あ、やりも含めて穂高ランド。そう、これ雪庇あるけど大丈夫ですかね、落ちへんかな。いや、お前何スタイリッシュに通ってんの。あ、なんでこんな格好で。いや、ジジイのハイハイお前ちゃんと取っとけよ。なるほど、痛い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 。帽子脱げさい。セッピア落としたら、まだあるやん。そうっす、落ち、あ、これ落ちるぞ。まだあるやん。ちょっとちょっとちょっと上がって。いや、ほんまに。まあ、ただ何が言いたいかというと、この道あと7キロ続きます。え、ほんま7キロあんの。あります。いや、7キロって言っといて3、4キロで終わったら、はあ、よかったってなるじゃないですか。なるけどさ、今の言い方絶対ちゃうやんけ。まあ僕嘘は言わないんで。7キロも歩いた体感的な記憶は全然ございません。ないよな。でいいんだよ、その一言で。結局言ったの意味なくなった。でいい。でもアイゼン外したらまた荷物重なんだよ。でも足は楽だぜ。ほんま？うん。こんなところアイゼンなんて歩いて、ためて歩いてたら引っかかる？引っかかる引っかかる。幅が。アイゼン入れるとこないんで持ってもらっていいですか？そうやな。アイゼン入る。アイゼンケースと、うん、あのそのザックにアイゼンポケットあるじゃないですか。アイゼンポケットも使ってるの？使ってる？うん、横にかけていい？かけたの？いや別にか、本気でかけてけ、本気でかけていいよ。ま、うん、ま、上のなんかネットみたいなとこ乗せていいですか？は？は？違う今俺が理解できなかった。あ、上にそのザ雨蓋のとこにネットのゴムみたいなんでこう突っ込めるじゃないですか、うん、そこに乗せていいですか。寝言は寝てから言え、僕ちゃん。昨日はまあまあ寝ましたけどね。ヒランさん、なんか八海に行った時も水足らんかった言ってたじゃないですか、うん、ペースおかしいんちゃいます。水持って行ってないんちゃいます。2リットルあったら十分足りると思う。それはガブ飲みしちゃうからなくなるんですか、うん、それとも用意してるのがもう少ない。いやいやいや、少なない。2リットルあったら絶対いけるわね。ガブ飲みしちゃってるってことですね。いや、行かれへんで。行けるって。行けるって。俺らもこないだ行ったやん。
それ平野さんのとこだけなんか日差しが当たってるとかそういうわけでも普通でもおじいちゃん喉乾けへんけどねいやそうやろケンさんケンさんも水飲めへんやんでも足つるで自分が喉乾いてることを気づいてないんだからさ老人ってそうやんもうだからポカリにしたらいいんじゃないですか効率のいい水分吸収されずにおしっこになってるとかほんまにそんなに距離あるの やめとけってもうやめとけっていや確認しろお前まあちょっと盛りすぎかもしれないですこれもうボケも出てるなあっ湿気があれば欲しいっすね湿気がねえんだよあちょっと湿気がねえけどはいこれがマシやまだレーズンですかレーズン何なのレーズンオールレーズンは好きなんですけどそれ以外のレーズンは好きじゃないっていうだってわさび嫌いやけど好きでしょそういうことっすかっちゃんアホなんよ絶対何もうさゴミ渡すなよって突っ込んだよあそうなの、うん、そこでなおかつそのゴミの中に雪入ってましたからそうなの滝沢さんがマリリンってアカウントがいや俺もそうなんかなと思ってそれを聞いてたんやと思ってそう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 すごい興奮してたあんまですかあそれが先の知り合いなんですかはいそれがその人があのさきさんは僕のあ知り合いはい、はい、あ酒あ山じゃなくてはしご酒はしご酒あ山じゃなくてむしろさきさん山登ってないです多分一緒には酒友やと酒友飲み友飲み友あ、そうなんやあれは何のキノコっすかあ、まあ、キノコちゃうんすかこれって絶対ここ引っ張ったら落ちひんいや、落ちるでしょいや、落ちるでしょああ落としたんですかうんじゃあガンちゃん、ガンちゃんはいガンちゃんはいそこに行って、そこにいや、これね、リアルに、リアルに待って待って待ってリアルに危ないじゃんリアル危ないいや、ここら辺だったらまだいや、それ大丈夫やろ、ガンちゃんここら辺だったらまだもうちょっと、このしっかりしたしっかりしたえ、なんで避けんの、ガンちゃんなんで避けんの危ないで首持ってかれるでしょ、これ何のために、じゃあそこ立ってたの避けたら全然意味ないやんねえ、平野さん面白ないやんいや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 危ない危なくないって確かにあのまともにいったら危ないけどだいぶ手前例えばあれが10キロあったとしても衝撃はでかいやつもこっちちっちゃいのがあったから、はい、だから上見てるって言ったでも僕ヘルメットかぶってないじゃないですかかぶってるじゃないですかちっちゃいのかぶってる人の方がいいとそら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 でしょ5キロ15ぐらい無理っすよもう今無理やけどだって俺あのランニングしてた時1キロ7分ぐらいだってキロ3分台ってことでしょ20分では走れんなまあキロ4分やったらまあまあまあそれなり運動してる人やったら僕もキロ4分とかしんどいから嫌やわ12時32分ですえもうそんなになんのはい12時半もうすぐ30分じゃ行きましょう残地よしはい最初はでさ出発行きまーすあれハートやってガンちゃんあれハートマークで見えへんやん絶対、うん、ホームパイですねほんまもうどっちかというとホームパイもハートやん今日せやったわえブツ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 これをブツブツと表現するか あれなんすかミラーキノコミラーキノコそんな名前やったっけ岸はそんなん言ってなかったそうあれ岸なんて言ってました岸なんて言ってたキノコ何キノコだっけ忘れた生き死なんか言ってたよな、うん、積んできてくださいよ美味しそう美味しそういやあのキノコ積んできちゃったらちょっとこれ取ったらあかんねんそうあそうなんですか、うん、取ったらあかんやつやこれ天然記念物とかそういう系か、うん、そっち系そっち系でも平野さんやったら何でも食べるでしょ味分からへんなあの上からバン落ちてくれるってことやんなえこの設定を踏み抜くのそうそうそうああ返してどこまで一旦踏み抜くんかな一番おもんないのが全く落ちないっていうパターンですか多分するぐらいじゃビビっていかんと思うかっちゃん俺多分落ちへんと思うわかっちゃんが滑り落ちるだけで終わってまう、はい、一番しょうもないパターン一番しょうもないパターンあのキノコってどういうキノコですかミラーキノコミラーキノコでホワイトアウトだから今は見えてるけどこれ見えてホワイトアウトが見えてませんでしたがで続きながら行ってあれ深いでもここはここ足乗せると落ちますじゃあ試しにそれ今ホワイトアウトやねんからそんな分かれへんやそう分かんないホワイトアウトしてんねんからあ
このストックが深いからもうささいきっちゃうから深さが違うから。それでも言われても分かれへん。ほんまに落ちるかどうかはちょっと言ってみて。ほんまに落ちるって。落ちひんやん。あれ？おお。こういうこと落ちたな。こういうのが大事って。ほんでもね、結構手前側からやで設定始まってんの。だからなかなか落ちひんってことやね。そうやね。この場合はね。だ設備乗っても大丈夫ってこと？いやそれは設備乗ったら大丈夫って。かっちゃんこっち来て、だいぶ手前から。そう落ちたとこ見たら掘る必要なくないですか？な現場で。で藤本ちゃんさっきすごいいい質問したんだけど、そう設備乗っても大丈夫かって。ここら辺ね、あの奥の方は雪が閉まってます。でこの雪が閉まってるところの閉まってるところとこの閉まってないところの柔らかいところね。だからここは乗ったらアウト。閉まってるとこからあの。あと衝撃とかあの振動を加えるとこのラインでこっちが崩れると。でそれが雪崩の原因になってるんです。だから雪壁自体は乗ったら絶対崩れるかって言ったらそうだ。1メートルどころちゃいますよこれ。リスクは高いって言ってた。雪壁この雪質ね、夏にどういう地形していてどれくらい雪が張ってるっていうのを、それを1メートルどころじゃない見極められるのが一番だと思います。一番いいのが夏の地形が分かってれば、あの受験で無理ありすぎるわ。夏の地形初めて行くとこばっかりやろ。あ、まあ藤本ちゃんはね。おう。だから夏一回経験しとけよってことですね。まあ、あ、それはそうやな。で、夏行けないルートは夏のうちにそこ俺よくやるんだけど、写真撮ったりとか肉眼であの目視しといて、あそこすげえ立ってるなとかさ、で風向きで雪壁の方向ってもだいたい決まってるから。何時？13時25分。13時25分。3時間50分。小高平、小高平、小平小屋休憩宿泊。13時54分、小高平小屋出発。団地よし。めっちゃ、ほんまに普通のスピードに。もうそれはほんまに行きますよ。じゃあ、ワカン履いて、はい、ゴー、はい。なんでそんなことをするんですか、ちなみに。それその説明必要です。それ必要やん。なんでそんなことするか。なんで別れようとするのかっていう。いや、あの、ショートカットが早いか、林道が早いかっていう。なるほど。トレースのないショートカットか、トレースのある林道、どっちが早いかと。そういうことだね。いうことですね。それでは、皆さんご無事で。はい、じゃあ後ほど。はい、後ほど。カブミラーってさ、ショートカットしたんですか？うん。ちょっと本来の夏道より、そうですね。ちょっとだけ早く おかしいな。いやでも分からへんもん、うん、道が。結構だからまだあるなと思って、ここの上沿いに地図見たら。でそのまま夏沿いど真面目に行ったら確実に遅くなるって確信した。雪の付き方が。いやでもさ、だいぶ下りやから。はい、まだマシでした。あ、言うたら直通できるから、多分絶対余裕で早い。ただ、和感を履いたり脱いだの。そう。でもそれを差し引いても早かったよ。だって和感も直してるからさ。そうっすね。だからだいぶ早かった。びっくりした。僕無駄にじゃあ距離歩いただけやな。そうそう。林道を迂回して。林道。カッサンの、そのザックは、どこのなんていうやつですか？これブラックダイヤモンドの、はい、名前は分かりません。スピードですね。スピードの75かなんかですね。プラス75プラス10か。なんでそのザックをチョイスしたんですか？あの前のザックが潰れたから。いやまあ例えばサイズとか色とか機能性とかまあいろいろ要素があるわけじゃないですか。選んだポイントや。なんかここが気に入ったからこれにしたとか。あ、やっぱまず自分の体に合ってる。あ、背負い心地がってことですか？うん、でそこそこの重量入れて、うん、背負ってみてまあフィットしてたと。そうそうそう。冬用というかそれメインで。まあやっぱ冬メインだねこれ。まあ夏もキャンパス中だったらこれ使うかな。でも夏はそれ熱ないですか、その背中とか。あ、熱い、うん、その色にした理由は。あ、まあ色はこれしかなかった、ね、特にこだわりはなく。そのパンツ寝巻きですか？これまあ寝巻きっちゃ寝巻き。あ、寝巻きか。昨日これで寝たから。和感に赤いテープ貼ってるじゃないですか、うん、それはなんで貼ってるんですか？あ、それ秘密。これは秘密っすよ。まあ、 あの雪がつきにくいだけなんですけどね。いやだって和感もしか、はい、どこ行ったら分かんなくなっちゃうじゃん。はい、
和感が分かんなくなっちゃうから赤いテープをつけて分かりやすくしてると。そんなわけねえだろ。もうそれなんか片方だけにしかつけてないじゃん。かかと前か後ろか、かかと側だけにつけてる、うん、それはなんでなんですか。あのかかと側のタルタコできた取るのが大変だから、うん、かかと側は雪降ってきましたね。そのザックの気に入ってるところ、うん、背負い心地はまあ合ってるからって分かったんですけど、それってやっぱさ背負い心地はさ人によって違うから、いやまあそれはいいんですけど、その気に入っているポイント、こういう収納があるからいいとかさ、うん、なんかないですか。そういう、あ、それはやっぱあれ、あの腰のルーツか、はい、ビレルーツになってるから、あー、うん、はっはっは。今回あのビレルーツ、ビレルーツ、ビレルーツ、あ、ビレルーツじゃギアループだ、あ、ギアラックがある。そう、ギアラックが、そういうことですね、うん、で、なおかつここがここが小さくできてる分軽いから、ああ僕のはちょっとでかいギアループやけど、まあ何でもそうだけど軽いに越したことはないから。まあそうですね。腰ベルトのとこだけについてるんですか。うん、こっち僕のはこのね肩のとこにもついてるんですよ。あ、そうなの。はい、これ。あ、本当だ。ここね、でまああのチューブついてるから、うん、凍りにくいというか、とか、ね、形もあれやから。だってじゃあそれあるじゃん、そうっすよ。当伴で背負いながら別に、うん、あのギアラックなしでいけますけど。だけどわざわざサブザック持ってきたんだね。ああ、僕はね、もうこのでっかいのちょっと鬱陶しいかなと思って。まあ、このギアラック僕あんま使わないんですけどね、そういう目的、ギアラックとして。まあ、こういうなんか、うん、ナルゲンとか、ちょっとこう普通にね、今歩いてる時に、このものをつけたりはするんですけど、結局このでかさのザック、当伴で使わないじゃないですか、普段。ああ、普段ね、60、70ぐらいあるのに、まあ、重装とかやったらまだ、うん、ね、あれやけど、うん、まあ、これの小さいモデルやったら、うん、まだいいかもしれないですけど、うん、カリマーのアルティメイト65円、うん、カリマーなんだ、はい、乾燥した乾燥を、練習不足がもう身に応えました。何の練習不足、登山、ボッカ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 トレ不足、ボッカがきつかった、ボッカきつかった。平野さんもこんだけバチバチしてるとこ俺見たことない僕は鉄人平野さんっていう情報しか知らんから。いや俺も初めてやで、こんなバチで平野さん見たの初めてやから。あー、答えるね、あんま新鮮やな。だからやっぱ登山やってなかったらあかんね。このあれですね、リーダーのナイス計画のおかげです。誰があの時間に出発しよう言ったのは。だから一瞬あのカッサンが下りで いやあれなんかなと思って。14時47分、14時47分、はい、5時間12分ぐらい。みんなここで計算しました。お疲れ様です。お疲れ様です。下山届け、下山届け出します。